私は参政党と申します。実の名前は松田学と申します。比例代表は個人名ではなく参政党とお書きください。選挙終わるまで私は参政党と名乗らせていただきます。お分かりですか？よろしくお願いいたします。今望月さん演説してくれましたが、この望月さん党の地元、東京6区に私も住んでおります。成城学園というところに住んでおりまして、いつもこの共同の駅で小田急線で通ってね、そしてああここ共同だなと思いながら毎日過ごしております。ようやく私今東京比例ブロックなんであっちこっち回ってるんですが、ようやく私の住んでる選挙区で今日望月さんの応援演説させていただくことになりました。今望月さんはもともとね、演説された望月さんは東京地検にお勤めでありました。東京地検は政治を正す仕事をしておりました。で、私はですね、大蔵省というところに勤めておりました。大蔵省は政治を支える仕事をしておりました。でもこの検察と大蔵省というのは実は国家を支える2つのね、重要な組織だったんですね。でも大蔵省は財務省に名前を変えて、そして国民から収奪をする手先になってしまった。そして検察庁も立派に仕事をしていると思いますが、しかし今回ね、裏金問題とか不記載問題、あの問題も重大かもしれませんが、あの政治の腐敗とか政治のね、不信に対する問題、検察庁が正すんじゃないんです。国民が正すんです。国民が選んだ政治家がやっていることなんですから、国民が責任を持ってまともな政治家を選ぶ、これは日本国民としての義務ではないでしょうか。だから皆さんに投票に行っていただきたいんです。その上で政治を正すんなら参政党一択です。参政党しかないんです。参政党と書いていただくだけで、ここでは望月正則と書いていただくだけで政治はだんだん良くなっていきます。なぜでしょう。政治と腐敗の問題とは逆の、それが起こらない仕組みを作ったのが参政党なんです。私は検討メンバーの一人として、国民が参加する政治はどうやって作ったらいいかを考えてきました。そして党員が主役の政党を作りました。党員が自分の思いで今度の衆院選に向けても連日のようにボランティアで党費を払ってこうやって活動しているんです。そしてそれによって党員が担ぎ上げた当選者は党員の方をきちっと向いていかないと次はもう NG なんです。選挙やってくれないんです。選挙は党員が一生懸命やり、そして選ばれた議員は国政に専念する。その代わり党員を裏切るようなことがあれば次はもう選挙やらない、こういう仕組みを作りますと、一生懸命公約したことをするのが政治家の仕事になります。今の自民党を中心とする政治家は自分で次の選挙に勝たなければなりません。ですからお金を集め、陳情を聞き、秘書をたくさん雇って、事務所経費が何千万、こういう構造がずっと続いてしまうんです。何度も何度も政治改革と言っても結局は忘れた頃には元に戻ることを繰り返してきたんじゃないでしょうか。これをね、いくら検察がね、摘発しても治んないんです。治すのは国民投票でしか治せません。直す方法ができました。参政党と書くことが政治を直す一番大きな手段なんです。国政をやるための人を選びましょう。次の選挙をやる人ではなく国政をやる人を選ぶのが今度の衆院選、今の総選挙、そして参政党と書くこと、もうこれで答えは出ました。もっと重要な問題を私たち国政に突きつけましょう。それは何か、今世界がガラガラと今までのない大きな変化を遂げて、もう大変大きな変化なんです。アメリカを中心とした G7 が少数派になり、今途上国、新興国が世界の中心になっています。そのトップにいるのがなんとロシアと中国なんです。こういうことを新聞やテレビはちゃんと報道していません。多くの国がアメリカの方をそっぽを向いてロシアや中国の方にこう入っていってるんです。その中で日本はどうすればいいのか。もちろんアメリカとはいい関係を築けなければいけません。しかしアメリカにおんぶに抱っこしていたら一緒に沈んでしまうかもしれない。
参政党はこうした大きな世界の変動の中で日本の選択肢を議論するのが本当の国会ではないか、そういうことを言い続けているんです。裏金問題とかそんな問題じゃないんです。そしてその大きな変化の中で私たちにとってもっと大きな裏金があるんです。何でしょう。これは私たちが知らないうちに取られる税金のことであり、知らないうちに上がる社会保険料のことなんです。これこそ本当の裏金なんですよ。ほっといたら何が起こるか。ウクライナ支援はいいことのように見えます。しかしこれはですね、欧米の利権の、なんて言うんでしょうね、まあ最終的な資料を私たちが持たされるってことなんです。もうすでに 1.8 兆円ウクライナに出して、国会で審議せずに、私たちは知らないうちに出して、これが十何兆円に膨らんでいく密約が結ばれている。どこの政党もこれ追及しないんですよ。参政党だけなんです、これ言ってるのは。で、私たちの税金だから、まず私たちの方に使うべきでしょう。なのに、いつの間にか海外の方に使われている、いっぱいあるんです、こういうものが。そして、防衛増税、1兆円って言ってます、嘘です。大蔵省出身の私の方で申し上げましょう。あれ、嘘だ。1兆円じゃ済みません。しばらくは一時的な財源がありますが、4年ぐらい経つと足りませんと言って、3兆円、4兆円に膨らみます。でもこれがね、私たち日本に帰ってくるならいいんですよ。アメリカの戦闘機とミサイルを買うんだと、前岸田総理は言い切ったんです。でも、それが本当に戦闘機やミサイルかどうか分かりません。本当に日本を守れる技術か分かりません。古いミサイルかもしれない。結局は海外の利権のために、私たちの税金が回ってるんじゃないでしょうか。そして子育ての支援、3.6 兆円、さっき茂木さん言いました。あのために1兆円、健康保険料が上がります。これ安倍、前岸田総理は何と言ったか。実質的な負担はない。賃金がもっと上がるか。嘘です。賃金上がりますか、そんなに。大企業の賃金は上がるかもしれませんが、中小、零細、個人、実質賃金マイナスじゃないですか。これ明らかな国民負担です。こう言って国民負担隠して、で選挙をやって、そして選挙ではできないことを言う、そして選挙が終わったらやること、選挙では言わない、選挙で勝ったらそろそろ総理消費税率の引き上げの時期ですよ、財務省はこう支えてるんですね。そしたらね、あ、しばらく選挙ないとなったらね、分かった、私のね、レガシーは国民の耳に痛い増税をやったことなんだ、これはね、総理としてはね、歴史に残るすごいことをやるんだ、岸田さんはそう信じてたんですね。それが岸田さんはついにね、増税メガネ、国民が見抜いちゃった。そして国民が見抜いたから、岸田さんはじゃあつって定額減税やりました。定額減税、誰も喜んでません。会社の事務負担が増えるだけ。去年導入されたインボイス、あれでも大変。それだったら、やるんだったら消費税の減税でしょ。だって物価が高いんだから。物価を 10% 引き下げられますよ、消費税率 10% なら。食料品だって 8% 下がりますよ、食料品は 8% だ。それぐらいのことはね、すぐにできるんです。他の国でもやってるんです。でもそんなこともやらないで。なぜやらないでしょう。財務省に今言ってるように騙されるんです。今の政治家は。すいません。私、財務省にいたんで、政治家を騙しておりました。ね。政治家を騙していた人間だから。だからどうしたら、政治家が騙されないで、本当に国民に必要なお金を届けるかも知ってる人間なんです。知ってる人間だから、この参政党に選んでほしいんです。そういう人間がいるから。だから減税も積極財政もできるんです。私たちは秘策を持っているんです。国債発行しましょう、たくさん。だって世界中にお金が流れて、世界で一番世界にお金を流している国なんですよ、日本は。そして他の国は豊かになって、私たちは働いても働いても賃金が上がってないじゃないですか。利益や配当金として海外に流れてるじゃないですか。そして企業も大企業を設けても、国内で投資しないじゃないですか。賃上げに使わないじゃないですか。海外に投資してしまうじゃないでしょうか。
その分を国債をもっと増発して国の支出を増やして、コロナの時に100兆円国債増発したんです。なんてことなかった。でもそのお金どこに消えたでしょう。海外の製薬利権ではないでしょうか。海外の医療利権ではないでしょうか。そういう問題こそね、本当に追求すべき裏金問題ですよ。そして日本が今世界の秩序が変わるときにどういうふうに生き残っていくのかをですね、それこそ国会で議論すべきです。参政党はそのことを常に言ってきました。今お金も買うんです。お金ももうドルの時代でなくなってきました。日本は独自のデジタル通貨を発行しなきゃいけない時代になってきたんです。ロシアや中国を中心とする国々が独自のデジタル通貨を将来発行するんです。みんなもうドルを使わなくなる時代が来た時に、日本は日本の独自のね、デジタル通貨が発行できるようにしないと私たちの個人情報が守れなくなる。と言ってもね、そんなこと新聞に書いてないんですよ。今すごく急ぐんです、この仕事は。そして私はもうその仕事を始めてるんです。そうしますとね、財政も問題なく積極財政ができる、減税ができるようになるんです。なぜでしょう。国債を発行して最終的には政府がデジタル通貨を発行して国債を返済しちゃえばいいんですよ。借金なんて消えます。借金は将来の増税なんかなりません。借金は政府がお金を発行する権限があるんだから、これで消していくことができる。このマツダプランがあるから参政党だけが積極財政と減税ができるんです。他の政党はいくら積極財政減税言ってもできません。財務省にいた人間だからこれ明確に言えます。安倍さんだってできなかったんです。安倍さんも積極財政やりたかったんです。そしてその前の民主党政権が国民に何も言ってないのに消費税率を 10% に引き上げました。あの野田さんです。そして今野田さんが 10% に上げた消費税率を皆さんが払っている。で、実際に上げたのは安倍さんでした。安倍さんも嫌だった、上げたくなかった消費税率を。だけど今の国の財政の仕組みでは消費税率を上げなくなるわけだから、その仕組みを変えるのが参政党なんです。仕組みを変えられるんです。国債をデジタル円で返す、政府が発行するデジタル円で返すということだけで出口ができるんです。そうしたらね、もっともっと国民に直接お金を届ける政策ができるようになります。アベノミクスはまだ始まってなかったんです。やりたかったことは安倍さんできなかった。だから安倍さんはお亡くなりになる直前にマツダプランのことを聞いて、これは乗れるとおっしゃったんです。これ実行可能な、ね、政策なんですよ。実際に去年、あ、一昨年、参政党が参院選で5人全国比例で立ちました。私もその一人でありました。本当は5人当選したかった。だけど私が当選したかったから、このデジタル円による積極財政減税ができていないんです。ぜひ今度ね、衆院選で比例に賛成党と書いていただいて、皆さんの手元にお金が回る、そういう財政運営実現させてください。これは賛成党しかできない政策なんです。よろしくお願いします。おととしの参院選の時に賛成党現象というのは起こりました。これは今回の都知事選の1丸ブームよりももっともっと重要な現象だったんです。多くの国民が賛成党を支持してくださいました。176万票いただきました。その時にどうして多くの国民が支持していただいたか、それは賛成党が日本人の DNA を目覚めさせてくれた、私たちを目覚めさせてくれたと、たくさんの方におっしゃっていただいたんです。私たちは今減税一択という言葉を言ってますが、でも私は言いたい、日本一択なんです。私たちは日本という国をね、まず中心に据えましょう。日本が大事と言ったら何か右翼であるとか軍国主義であるとか、そういうふうに私たちは戦後ずっと洗脳されて続けてきました。でも私たちの心の中には他の国のどの国の国民もが持っている愛国心があります。日本が好きです。
もう一回日本が好きだと。だから日本のために日本をいい国にしようという運動を起こしたのが参政党なんです。多くの国民が参加してくれました。そしてどんどん拡大していきました。でもこういう運動は外国の勢力にとってみると都合が悪いんです。日本を支配している、日本を植民地のようにしているグローバルな勢力、これが私たちの賃金を上がらないようにしてきた。私たちが儲けても海外に回っていく仕組みを作った。その手先になってきたのが自民党政治だったのではないでしょうか。これを根本から変えましょう。私たちの税金はまず私たちの国民のために。アメリカではどうもトランプ大統領、前大統領が勝ちそうですね。アメリカ国民を気がついたんですよ。グローバルな力に対抗してアメリカファーストをやろうじゃないか。これはヨーロッパの国々もそうなんです。日本でこのことを言ってるのは参政党だけなんですよ。問題の根本がここにあるということを言ってるのは参政党だけなんです。私たちが働いた分だけ豊かになろう、それをやる第一歩が参政党が言ってる積極財政、それができる松田プラン、そして他の政党にはこれができない。だから参政党一択、もうこれしかないんです。そして私たちの参政党は2年前にブームを起こして国政政党になってから国会でものすごく実績を上げたということはぜひ皆さんにもっともっと知ってほしいんです。先ほど持ち主さんが言ったように中国の資本にどんどん土地が買われる。私も愛媛県に行きました。巨大な農地、水源地です。そこがいつの間にかフェンスで覆われ、日本人が入れない。ここは日本でなくなった。そして上からはシートをかぶせられて何が行われているかわからない。その近隣の農家の方々に私たちは訴えました。いくら農業が厳しくても中国資本に私たちが祖先から受け継いだ土地を売っていいんですか。これだけ豊かな田園に恵まれた私たちの国土、私たちの子孫にね、残していきましょうよ。そしたら農家の方々は分かったと言ってくれたんです。目先の金ではなく今だけ金だけ自分だけではない、やっぱり日本がいいんだ、残していかなきゃいけないんだ、こういう草の根の運動を参政党は全国で起こそうとしてるんです。そして実際起こしてきた。青森では風力発電やめさせたんですよ。でこういった実績をやりながら国会ではなんで日本は中国資本が土地を買うことを規制できないんですか。おかしいじゃないですか。アメリカだって規制してますよ。参政党はこういうことも聞きました。なんでこれだけたくさん外国人に入ってきている外国人に優遇するんですか。まずは日本人じゃないですか。当たり前の常識のことも聞きました。なんでこんなに日本の企業を海外に買わせるんですか。私たちには十分なお金があるのにそれが海外に使われてしまって、そして海外に私たちを買わせるんですか。私たちが稼ぎ出したお金で日本を海外のものにするんですか。そういう質問もしました。そしてあの問題も質問しました。いっぱいやりました。そして政府からは意味ある答弁も引き出しました。一部は報道されました。しかしほとんどはまともな答弁が出てきませんでした。なぜでしょう。たった一人の参議院では政府は相手にしないんです。この答弁重要なんです。閣議決定するから政府を拘束する極めて重要な答弁なんですね。国会での委員会での質疑よりもずっと重いんです。そしたらどうしたら政府を動かすことができるでしょうか。私たちが実績を上げてきた参政党がこの衆議院選挙で議席を取って伸ばすことなんです。そうすると政府も動く。あ、これは民意なんだ、国民の考えてることなんだ。でも私たちが今度衆院選で議席が取れないと何が起こるでしょうか。ああやっぱりこんなの無視していいんだなっちゃう。政府は暴走してしまうんですよ。日本を本当に取り戻す、私たちの国土を大事にする、私たちの資産を大事にする、そのためには参政党を今度伸びないといけないんです。だからこうやって比例は参政党、東京6区では望月正則、こういうふうに訴えてるんです。日本のために、日本のためにやってます。そして参政党員は
自分の全てを投げ打って、この選挙に党員がみんな毎日毎日日夜ものすごく頑張ってるんです。自分のためではありません。むしろ自分のためにはならないかもしれない。だけど自分を犠牲にしても今日本を何とかしなければいけないんだ、その思いで全国の280の支部の党員たちが動いている。この党員の思い、ぜひね、皆さんで叶えさせてほしいんです。日本の国を守るだけではありません。経済を回すだけではありません。私たちの日本という国柄、素晴らしい国なんです。このことをもう一回ね、もう一回私たちが思い出して、日本さえ取り戻せば、お金も取り戻せるんです。戦後私たちは、戦争犯罪国家という洗脳を受けてきました。私たちは日本という国に自信を失ってしまいました。子供たちにも、日本は悪いことをしたという教育がなされてきました。GHQ は歴史上始まって以来の洗脳を日本国民に行いました。なぜでしょう。広島長崎に原爆を落としたことを正当化するために、日本が悪かったから自分たちは広島に長崎に原爆を落とした。ついこの間もアメリカの連邦議会でそんな答弁が出てるんです。政府が抗議をしましても全く無視なんです。つまり彼らがやった戦争犯罪を糊塗するために日本が悪かったんだという、そういうことを決めつけました。もちろん日本もね、戦争を起こしたから悪いと言うかもしれません。しかしあの時に起こったのは何でしょうか。当時のグローバルな力、グローバリズムと言いましょう、植民地主義だったんです。日本は植民地からアジアを植民地から解放しよう、人種差別のない世界を作ろうといった唯一の国だったんです。その国をね、押し込めようという力が働いたんです。共産主義のソ連とアメリカのルーズベルトが手を組んで日本を戦争に引き込んできた。でも私たちの祖先は人種差別のない世界、アジアを植民地から解放するということを掲げて大東亜戦争を戦い、戦争には負けたけれども戦後世界から植民地がなくなった、輝かしい歴史を持っているのが日本なんです。そんなこと学校で教えてくれません。天皇陛下をいただいている国は日本しかありません。その天皇陛下、天皇家は昔日本を戦争をせずに統一したんです。そして日本中に子宝を設け、私たちの父は全部天皇家につながっている一つの家族なんです。こんな国は他にありません。この国をこんなに素晴らしい国なんだ、もう一度思い、そして自分の国に誇りとプライドを取り戻すだけで経済はあっという間に良くなります。教育も良くなります。自尊心を失った子供はかわいそうです。子供たちに自尊心を回復させましょう。そのためには日本というのは素晴らしい国なんだということを堂々と子供たちに教える教育に変えないといけません。そして私たち自身が日本のやっていたことは素晴らしいことなんだ、未来につないでいくことは大事なんだと言われるということを私たち自身が自覚をすれば、あの構造改革によって郵政民営化覚えてるでしょうか。日本人のね、郵便貯金や簡易保険の資金、アメリカの金融がごそっと自分たちで運用して儲けようとして民営化させました。それはそんなことさせないというね、国民の意識になるんです。私は昔大蔵省に勤務しておいてました時に、アメリカが日本人の貯蓄や資産自分たちが運用しようとして日本の国を解体しようとしているのを目の当たりにしました。その時からね、こういった参政党みたいな政党を作んなきゃいけないと思ってたんです。日本このままだと植民地になる、見事に植民地になりました。私たちは民営化された郵政を再公営化するってことを言ってるんです。国民に資産を取り戻そう。あの昔の親切だった住民を向いていた郵便局を取り戻そう。なんで国がやるべきことを民間にやらせてきたのか。外資が入ってくるためなんです。外資が権益を得るため、まさに日本を植民地のようにしようとして、これを大蔵省に行って見えた。だから私は財務省を飛び出して政治の世界に入る。最初は石原慎太郎さんとともに国会議員も衆議院議員もやりました。しかしそれでは日本は守れなかった。なぜか、私が先ほど言ったように
まず日本人、我々が我々の国を知り、我々の誇りを失ってしまっている。ここから変えなければいけない。大蔵省は今財務省と名前になっています。いつの間にそうなりました。どうしてでしょう。私たちが大蔵という1400年前有楽天皇の時からずっと続いていた伝統的な名前をアメリカの支店のような財務省の名前に変えさせられたことについて国民が誰も反対しなかった。私はショックでした。他の国は自分の国の建国や成り立ちをとっても大切にします。そういった名前は変えません。しかし日本だけコロッと変えてしまう。つまりこれは日本が植民地になる象徴のようなものである。まず私たち自分たちの国をもう一回ね、もう一回頭の中にしっかりと取り戻し、そして日本に軸があるんだ。そうしますとハゲタカのような外資にこれ以上私たちの富を奪われない経済を作る力になるんだ。今政治家にそういう発想がないんです。政治家たちがそういう思いを持たなければ、日本政府がそういう思いを持たなければ、日本は守れない。土地は取られ、資産は彼らに運用され、気がついてみたら私たちの実質賃金はマイナスが続いている。株が最高値をつけて、今や、あ、どうもありがとうございます、ありがとうございます、今や海外の力でしか株価の上昇もできない。かつてはバブルの時は日本の力で株が最高値になりました。今度はどうでしょう。外国の力でしか株は最高値がつけられませんでした。今回の株高ってでもそうなんですよ。そして投資家は上場企業の株の3割外国人株主、東証のプライム市場で取引される株の取引の7割が外国人投資家なんです。完全に日本は海外の経済植民地になっていることをこれ象徴してるんですね。だから世界とグローバルなところとつながっているところは儲かる、つながっていない零細企業、中小企業、個人事業主、そして一般国民には賃金、実質賃金が下がるだけ、完全に日本の経済は2つに分かれてしまったんです。この2つに分かれた経済を国民経済の形でもう一回国民中心のお金の流れを取り戻す、このことを言っているのも参政党だけなんです。私たちは日本を舐めるなというのを掲げました。これは海外のグローバルな力に対抗して国民が立ち上がらなければいけないということを言っているんです。外国人を排斥するということではないんです。でもこの外国人の問題も極めて大きいです。他の国も移民問題、ヨーロッパでもアメリカでも大問題です。しかし日本は、日本の今までの政府や与党は何をしてきた。海外からの人を増やそう、その前にやることがある。海外からの人を増やせば賃金がまた下がります。アメリカでそれが起こっている。これ以上移民を入れるなというのは今バイデンもハリスですら言うようになっている。なのに日本は海外から増やそう、逆を言っている。そして私たちは自分たちの税金は自分たちのために使い、外国人にまず使うということをやめようと言っている。海外を排斥するんじゃないんです。その前に私たち日本人だけで経済や社会を回す、そういう国を作ろうではないかと。それが先ではないでしょうか。できるんです。それは私たちが努力すればできる。そのために私は冒頭に申し上げた日本独自のデジタル基盤を作っていくんです。それによって生産性上げられるんです。そしてすでに私はその実績もやっているんです。それを基盤にして私たち独自の通貨も発行できるようになるんです。地域通貨も出せるようになる、ブロックチェーンなんです。そうやって具体的に未来の政治をあり方を提案しているのも参政党です。さてここで一言、 YouTube では10月27日まで私は参政党でございます。ぜひ私が申し上げたこの参政党が日本をね本当に救うんだ、政治を正すことになるんだとお思いになった方は、いやそう思わない方もですね、ぜひね比例は参政党とお書きください。よろしくお願い申し上げます。
この東京ロックは望月正則、世の中を正してきた検察の出身です。そして比例は参政党、私は国民にお金を回すプランを実現します。参政党しかできないいろんな政策があります。ぜひ参政党と望月正則、よろしくお願い申し上げます。お騒がせしました。どうもありがとうございました。